まあ、限度を超えてる人間性とかモラルがない人とは戦わない方がいいよ。面白くないよ。別に俺はね、キャンプゼロとは言ってないんだよ。ゲーム性を崩壊させる過度なキャンプとちゃんと言ってるからね。キャンプトンネルは別に完全否定じゃないよ、僕は。ちなみに。しょうがねえかなってのはあります。残念だけど、しょうがねえかなってあるよ。ちゃんとも一切するなとか僕は言ってないんだわ。ゲーム性をもう崩壊させてるレベルが問題だよって言ってるよ。ゲーム性が壊れるほどのレベルをやっちゃってるやつがいるっていう。それが問題だよって言ってる。そんな人と戦いたくねえから抜けたいんですよね。切断機能を作ってほしいんですよ。もうみんな抜けると思うよ。あんなやつ。さっきの試合にトリックスターだったっけ、もうキャントンしかしねえの。究極の武器をしかも使って。非常に思んねえやつ。非常に面白くねえやつがいた。してんの、まずよ。何してんの、どこでやってんの。俺の責任じゃねえだろ、まずここの話は。でも回るよね、4代目。もう一応チェイスしたよ。勝てると思ってんじゃねえぞ。トンネル食らったらどうすんだ。おせーよな、まずよ。目視したらいいじゃん。ダメやな、このしゃがんでるやつ。無能部無能やな。
しゃがみなんてもうよう使えねえだろうよ。ゲーム引退しろ、まず。しゃがみの意味なんだよ。人が戦ってる中、しゃがむって何のか何なのか説明しろ、まず。なんだよ、しゃがんで救助にも来ねえ。自分は安全なところにいますって、プレイは。あんな無能ぶりさらしてんじゃねえよ。同じことされてイライラ来ねえか。なんで発電機回した木村優奈が来てんだよ、まずよ。なんで発電機触ったやつが来てんだよ、まず。大失態だろ。疲れるわ、こういうプレイするやつとゲームすると。いやー、こんなよ。いやー、もうダメだわ、この二人。使えねえわ。しゃがむやつマジで無能だよな。まともなのは木村優衣しかいないし。いやーもう木村優衣の近くから外れる動きはやってくれないし。マジで疲れるわ。お荷物二人抱えてるわ。どうしたらいいんだろう、これ。無能のプレイすんな、まず。遠く行って逃げろよ。マジで無能部無能だもんな。無理だよな、もう。あんな救助しかできねえ奴らいいんだよ。なんでお前らが入らねえんだよ。発電機回した人が入ってんだよ。こんなの一定レベルがいれば勝ってるよ。目で見りゃわかんだろ。血族まであったよな、しかもよ。で、しゃがみってどういうことよ。俺震えてんだけど、まず。運営さん、この試合は一定レベルいれば勝ってるよ。なんで一緒のところを回してんのか説明しろよ、まずよ。元回してたとこ行けよ。いやー、使えないののオンパレード。無能ぶりを晒してるプレイヤーのオンパレード。しゃがみ、人と同じところを回す。もう、呆れ返ってるよ。おめえが回してたとこ行けよ、まずよ。なんで同じとこ回してんだよ、まず。同じところを回すとどういうことなんだよ。勝つ気ねえだろ、同じとこ回してるって。どこ回してんだよ。勝つ気ねえだろ、まずよ。自分が同じところじゃなくて人と同じところ回すって。残り2台だろ。勝つ気ねえだろ、まず。いや、ここじゃないの。いや、ここにもないだよね。どこなの、ここ。発電機の位置。同じところを回せばいいっていうことが脱却しろ、まず。それでどうなるの、4代目が回って。別々なところを回すんだよ。自分が回してたところを回すんだよ。同じところを回したらリスクが高まるだろう。これは俺の責任じゃないよ。普通の人たちだったら多分通電行ってるよ。
これは2枚、あの救助の仕方でもう絶望するもん。2枚落ち度を抱えて、黄色か緑とかの人たちなのかっていうぐらい。これでプレステージ、100とかだったらもう絶望するよ、この2人。そうじゃないことは祈ってるけど。もう多分入れないでしょ、多分。ああ、もう。入れないよ。武将のやつ 120% 入れないよ。 2000% 入れないよ。いやー、これは入るんだよ、本当は。もう無理だろ、こんなことやってんだぞ。この上だったんだ。これは俺の責任じゃないし、こんなの絶対ハッチ戦できない。接続見えてしゃがみマンっていう、もう究極のやばいプレイやってる人だな。俺はできるとは思えない。不祥だから何もできません。いや、もう無理なんですけど、梅さん。マッチングミスにもひどいと思うよ、これ。もう無理よ。絶対無理。不祥だから救助いけません。元気な時ですらあんなようないけるわけねえから。で、発電機も触ってくれません。どうしたらいいんでしょうか。それが当たり前でしょっていうタイプみたいです。不祥だからできないのが当たり前でしょ。だから逃げ隠れします。無能ほどやられろよ。やられることができたら優秀だよ。もう8戦しかねえだろ、もうこんなもんよ。無理だろ、もう。ここでやられてんの？どっか入れないんだけど、これ。あれだったら終わり、さよなら。どっか入れないっすもん。です。ないね。うん、ない。向こうか。あ、すみた。別に
まあ、クラウンはさっきのトリクサと比べたら別に何も言うことはないです。二人のサバイバーに文句しか出ないです。まだ一筋。まだ狙われない。これヒロシャンデッドバイバース。いや今日に強い成功法も強い、サバイバーに恵まれなくても逆境に強い、これがヒロシャン。敵は油断した。ちゃんとやれてる人が発電機回しても救助行かなきゃいけない。発電機回した人じゃなくて本当はフリーな人でしゃがんでる奴らはひどすぎたっていう。血族見えてもしゃがんで。俺はもう言葉出なかった。もう動きやべえなと思ったけど。やっぱり普通にやれてる人って、やっぱりそうだよな。木村優衣の経験あるわな。普通にしゃがみマンたちが来なきゃいけないんだよ、君たちが。君たちが来ないから木村優衣やられるっていう大失態なんだ、なってんだよ。生きてればまだ可能性があったんだ、このゲーム。うん。まあ、ただ、さっきのトリックスターと比べて、クラウンは別に、あれですよ、卑怯な人じゃないと思いますよ。別に、過度なものじゃないでしょ。どこにキャンプがあったの？あのトリックスターと比較してみたら。全然。むしろ、サバイバーが悪いと思うわ、二人がね。木村優香が被害者だよ、これ本当に。勇気を持たないといけないし、狙われることはあるよ。でも、やらないから木村優がやる羽目になってて、発電機触ってて狙われてんのに、位置がアバウトに分かってる人が行かなきゃいけない状況を作ってるってことはかなり問題なんですよ。まあ、経験積むべきです。はい。自分たちの動きは、なんで木村優が亡くなってしまったのかを考えなきゃいけない。自分たちが悪いんだよ、かなり。うん。以上です。はい。これを後で、まあ、あれやっていけばいいんだよ。